岡本喜道作、恋。一日清戦争の終わった年というとかなり遠い昔になる。もちろん私のまだ若い時の話である。夏の日の午後、五六人連れで向こう島へ遊びに行った。そのころ千住の大橋際にいい川魚料理の店があるというので、 夕飯をそこで食うことにして、日の暮れる頃に千住へ回った。広くはないが小がな間えで、私たちは中二階の六畳の座敷へ通されて、涼しい風に吹かれながら禅に向かった。私は下戸であるのでラムネを飲んだ。他にはビールを飲む人もあり、日本酒を飲む人もあった。その中で、じたという老人は、 チョコをなめるようにちびりちびりと日本酒を飲んでいた。たんとは飲まないが非常に酒の好きな人であった。今日の一行は若い者ぞろいで明治生まれが多数を占めていたが梶田さんだけは天保5年の生まれというのであるから当年62歳のはずである。しかも元気のいい老人で、 いつも若い者の,の仲間入りをしてそこらを遊び歩いていた。大抵の老人は若い者に敬遠されるものであるが、梶田さんだけは例外でみんなからも親しまれていた。実は今日も私が誘い出したのであった。千住の皮ワウ料理へ行こう。この動機の出た時に梶田さんは別に反対も唱えなかった。 彼は素直についてきたさてここの2階へ上がって飯を食う時はうなぎのかば焼きということに決めてあったが酒の間にはいろいろのかばうお料理が出た夏場のことであるから恋の洗いも選ばれた梶田さんは例のごとくに元気よくしゃべっていたうまそうに酒を飲んでいた しかも彼は鯉の洗いには一端もつけなかった。梶田さん、あなたは鯉はお嫌いですかと私は聞いた。ええ、鯉というやつはちょいと泥臭いのでね。と老人は答えた。かわうおはみんなそうですね。それでもナやナマズはかまわずに食べるが、どうも鯉だけは。 いや、実はあどろくさいというばかりでなく、ちょっとわけがあるので。と言いかけて、彼は少しく顔色を暗くした。かじた老人はいろいろの昔話を知っていて、いつも私たちに話して聞かせてくれる。その老人が何かしさいありげな顔をして、恋の洗いに箸をつけないのを見て、 私は重ねて聞いた。どんなわけがあるんですかいや、と梶田さんは笑った。みんながうまそうに食べているさなかに、こんな話は禁物だ。また今度話すことにしよう。その遠慮には及ばないから話してくれとみんなも催促した。今夜の余興に、 老人の昔話を一度聞きたいと思ったからである。根が話好きの老人であるからとうとう私たちに釣り出されて物語らんと座を構えることになったがそれがあまり明るい話でないらしいのは老人が宣告からの顔色でさせられるので聞くものもおのずと形を改めた。 まだそのころのことであるからここらの料理屋では伝統を用いないで座敷には大ランプがともされていた二階の下には小さい枝川が流れていて足やまこものようなものが茂っている暗い中に二三匹のホタルが飛んでいた忘れもしない私が二十歳の春だから 嘉永六年三月のことで、三月といっても旧暦だから、陽気はすっかり春めいていた。もっともこの正月は寒くって、一月十六日から三日続きの大雪。何でも十年来の雪だとかいう噂だったが、それでも二月半ばからぐっと予感が緩んで、急に世間が春らしくなった。 そのころ、下屋の忍ばずの池さらいが始まっていて、大きな鯉や船が取れるので、見物人が毎日出かけていた。そのうちに、3月の3日、ちょうどおひなさまの節句の日に、途方もない大きな鯉が取れた。5月の節句に鯉が取れたのならめでたいが、3月の節句ではどうにもならない。 とれた場所は浅草堀と言っても今の人にはわからないかもしれないが菊屋橋の川筋で下屋に近いところその鯉は忍ばずの池から流れ出してこの川筋へ落ちてきたのを土地の者が見つけて騒ぎ出してすくい網やとあ網を持ち出して散々追い回したあげくにどうにか生け取ってみると なんとその長さは三尺八寸やがて四尺に近い大物であった。でみんなもあ,あっと驚いた。これは池の主かもしれない。どうしよう。とりはとったもののあまりに大きいので処分に困った。このまま離してやったら大川へ出ていくだろう。 とは言ったが、この獲物を再び話してやるのも惜しいので、いっそ見せ物に売ろうかという説も出た。いずれにしても、こんな大物を料理屋でも買うはずがない。思い切って話してしまえというもの。見せ物に売れというもの、議論が容易に決着しないうちに、その噂を聞き伝えて、大勢の見物人が集まってきた。 その見物人をかき分けて、一人の若い男が現れた。大きい魚だな。こんな恋は初めて見た。それは浅草の門跡前に屋敷を構えている桃井彌十郎という旗本の次男で、彌三郎という男。今年二十三になるが、しかるべき養子先もないので、 「いまだに親や兄のやっかいになってぶらぶらしている」「その矢三郎が懐で押して大きい鯉のうろこが春の日に光るのを珍しそうに眺めていたがやがて左右を見返って聞いた」「この鯉をどうするのださあどうしようかと相談中ですが」とそばにいる一人が答えた。 相談することがあるものか食ってしまえ」と矢三郎は威勢よく言った大勢は顔を見合わせた「恋国にするとうまいぜ」と矢三郎はまた言った大勢はやはり返事をしなかった恋の国章ぐらいは誰でも知っているが何分にも魚が大きすぎるので 殺して食うのは薄気味が悪かった。その臆病そうな顔色を見回して、やさぶろうはあざ笑った。はは <laughs> みんな気味が悪いのかこんな大きなやつはたたるかもしれないからな。俺は今までに蛇を食ったこともある、カエルを食ったこともある、猫やネズミを食ったこともある。 こい謎は昔か,から人間の食うものだ。いくら大きくたって食うのに不思議があるものか。たたりが怖ければ俺にくれ。痩せても枯れても旗本の次男で近所の者も,もその顔を知っている。冷や飯食いだの厄介者だのと陰では悪口を言うもの,の、さてその人の前では相当の遠慮をしなければならない。 さりとてせっかくの獲物をただむざむざと旗本の次男に渡してやるのも惜しい。大勢は再び顔を見合わせてその返事に躊躇していると、またもや群衆をかき分けて一人の女が白い顔を出した。女は矢三郎に声をかけた。あなた、その声をどうするのおう、師匠か。どうするものか。 両って食うのよ。そんな大きいのうまいかしら。うまいよ。俺が受け合う。女は町内に住む文字友という時わずの師匠で、道楽者の八三郎は普段からこの師匠の家へ出入りしている。文字友は八三郎より二つ三つ年上の二十五六で、 女のくせに大酒飲みという評判の女。それを聞いて笑い出した。そんなにうまければ食べてもいいけれど、せっかくみんながとったものを、ただもらいはお気の毒だから。文字ともは人々に向かって、この鯉を一種で売ってくれと掛け合った。一種は安いと思ったが、実はその処分に困っているところであるのと。 一方の相手が旗本の息子であるのとでみんなも結局承知して三尺八寸余りの鯉を一種の金に換えることになった。文字友はうちから一種を持ってきてみんなの見ている前で支払った。さあこうなれば煮て食おうと焼いて食おうとこっちの勝手だということになったがこれほどの大いに跳ね回られては とても抱えていくことはできないので、八三郎はその場で殺していこうとして、腰に刺している脇差しを抜いた。ああ、もし、お待ちください。声をかけたのは立派な商人風の男で、若い奉公人を連れていた。しかもその声が少し遅かったので、止めるとたんに八三郎の歯は、もう恋の首に触れていた。 それでも呼ばれて振り返った。泉屋か、なぜ止めるそれほどのものをむざむざお料理はあまりに摂生でござります。何摂生だ今日は私の志す仏の命日でござります。どうぞ私に免じて北条へを何分お願い申します。 泉屋は蔵前の札差しで主人の三右衛門がここへ通り合わせて恋の命乞いに出たという次第桃井の屋敷は泉屋によほどの前借りがあるその主人がこうして頼むのを弥三郎も無下に跳ねつけるわけにはいかなかったそればかりでなく助祭のない三右衛門は小判一枚襲って と一種の鯉がたちまち一両に変わったのであるから、やさぶろうは内心大喜びで承知した。しかし鯉は最初のひとつきで首のあたりを切られていた。強い魚であるから、このくらいの傷で落ちるようなこともあるまいと、三右衛門は奉公人に指図し,して、 他へ運ばせたここまで話してきて梶田老人は一息ついた「その若い奉公人というのは私だ」「その時ちょうど二十歳であったがその恋の大きいには驚いた」「まったく忍ばずの池の主かもしれないと思ったくらいだ」「新堀旗に」 うという大きいきがあるそれが泉屋の菩提寺でその寺参りの帰り道にかの大声を救ったのであると梶田老人は説明した「鯉は覚悟のいい魚で人たちを受けた後はもうびくともしなかったがそれでも梶田さん一人の手には負えないのでそこらの人たちの女性を借りて 竜宝寺まで運び込んだ。寺内には大きい古池があるので、傷ついた魚はそこに放された。恋はさのみ弱った様子もなく、揚よ々うようと泳いで、やがて水の底に沈んだ。仏の紀日にいい口読をしたと三右衛門は喜んで帰った。しかも、明る四日の昼頃に、 その鯉が死んで浮き上がったという知らせを聞いて、彼はまた落胆した。龍宝寺の池は随分大きいのであるが、やはり最初の傷のために鯉の命はついに救われなかったのであろう。乱暴な旗本の次男の手にかかって、むごたらしく切り刻まれるよりも、 仏の庭で往生したのがせめてもの幸せであると、彼は諦めるのほかはなかった。しかも、ここに怪しい噂が起こった。かの恋を生け取ったのは、新堀菓子の材木屋の奉公人、佐吉、茂平、四次郎の三人と、近所の左官や七蔵、桶屋の徳助で、 文字友からもらった一種の金で酒を買い魚を買って景気よく飲んでしまった。するとその夜中から五人が苦しみだして佐吉と徳助はあくる日の昼ごろに息を引き取った。それがあたかも恋の死んで浮かんだのと同じ時刻であったというのでそのうわさはたちまち広がった。二人は いにたたられたというのである何かの食い物に当たったのであろうと物知り顔に説明するものもあったが世間一般は承知しなかった彼らは故意に取り殺されたに相違ないということに決められた他の三人は幸いに助かったがそれでも10日ほども起きることができなかった その噂に三右衛門も心を痛めた。結局自分が世主になって、寺内に小塚を建立すると、この時代の習い、誰が言い出したか知らないが、この塚に参詣すれば諸願成就すると伝えられて、日々の参詣人がおびただしく、塚の前には花や線香がうずたかく備えられた。 4月22日は四十九日に相当するので、寺ではその方へを営んだ。鯉の七七期などというのは前代未聞であるらしいが、当日は三景人が運襲した。泉屋の奉公人らは皆手伝いに行った。梶田さんも無論に働かされて、鯉の形をした内物の菓子を三景人に配った。 その時以来、泉谷三右衛門は恋を食わなくなった。主人ばかりでなく、店の者も,も恋を食わなかった。実際、あの大きい鯉の傷ついた姿を見せられては、すべての恋を空う気にはなれなくなったと、梶田さんは少しく顔をしかめて話した。そこで、その矢三郎と文字友はどうしました 私たちは聞いた。いや、それにも話がある。と、老人は話し続けた。桃井八三郎は、はからずも一両の金を握って大喜び。これも師匠のおかげだというのですぐに二人連れで近所の小料理屋へ行って、一杯飲むことになった。文字友は前にも言うとおり、 女のくせに大酒飲みだから、いい心持ちに小半日も飲んでいるうちに、酔った紛れか、それとも前からおぼしめしがあったのか、ここで二人が妙な関係になってしまった。つまりは、恋が取り持つ宴会なという次第。元来、このやさぶ三郎は道楽者の上に、その後はいよいよ道楽が激しくなって、 結局、屋敷を感動の身の上。文字友のうちへ転げ込んで、長火鉢の前に座り込むことになったが、二人が毎日飲んでいては、師匠の稼ぎだけではやりきれない。そんな男が入り込んできたので、いい弟子はだんだん寄りつかなくなって、内相は苦しくなるばかり。そうなると、人間は悪くなるよりほかはない。 やさぶろは芝居で見る悪侍をそのままに、手のいいおし狩りやゆすりを働くようになった。恋の一件は、嘉永六年の三月三日、その年の六月二十三日には、例のペルリの黒船が、伊豆の下田へ乗り込んでくるという騒ぎで、世の中は急に騒々しくなる。それから上位論が沸騰して、 老らが横行する。その上位論者にはもちろん真面目の人たちもあったが多くの中には上位の名を借りて悪事を働く者も,もある小っ端元や安子家人の持参難にもそんなのが混じっていた八三郎もその一人で二三人の悪仲間と共謀して黒の覆面に大将という子白へ 金のありそうな町人の家へ押し込んで、上位の軍用金を貸せという。嘘だか本当だかわからないが、嫌といえば抜き身を突きつけて脅迫するのだから仕方がない。こういう荒稼ぎで、やさぶろうは文字ともと一緒にうまい酒を飲んでいたが、そういうことは長く続かない。町方の耳にも入って、 だんだんに自分の身の回りが危なくなってきた。浅草の広小おじに、武蔵屋というおもちゃ屋がある。それが文字友のおじにあたるので、女から頼んで、やさぶろうをその二階にかくまってもらうことにした。おじは大抵のことを知っていながら、どういう了見か、素直に承知して、お尋ね物を引き受けた。 それで当分は無事であったが、その翌年、すなわち安政元年の五月一日、この日は朝から小雨が降っている。その夕方に文字友は内堀端の家を出て、広小路の武蔵屋へ訪ねていくと、その途中から町人風の二人連れが番傘を差してついてくる。 すねに傷持つもじともはなんだか嫌なやつらだとは思ったがいまさらどうすることもできないので自分も傘に顔を隠しながら急ぎ足で広小路へ行き着くとやさぶろうは店先へ出て往来を眺めていた「なんだねお前さんうっかり店の先へ出て」ともじともは叱るように言った。 なんだか怪しい奴が私の後をつけてくると教えられて、やさぶろうも慌てた。早々に二階へ駆け上がろうとするのを、おじの小平が呼び止めた。ここへつけてくるようじゃ、二階や押し入れへ隠れてもいけない。まあお待ちなさい。私に工夫がある。五月の節句前であるから、 おもちゃ屋の店には武者人形やのぼりがたくさんに飾ってある。吹き流しの紙の鯉も金金の鯉も積んである。その中でき金の鯉の一番大きいのを探し出して、小兵は手早くその腹を裂いた。さあ、この中にお入りなさい。やさぶ三郎は鯉の腹に入い込んで、両足をまっすぐに伸ばした。 さながら鯉にのまれた形だ。それを店の片隅に転がして、小兵はその上に他の鯉を積み重ねた。おじさんうまいねと、文字友は感心し,したように叫んだ。し、静かにしろ。言ううちに、果たしてかの二人連れが店先に立った。 二人はそこに飾ってある武者人形を冷やかしている風であったがやがて一人が文字友の腕をとらえた。おめえは時わずの師匠か。文字やさ三郎はここにいるのか。いいえ、ええ、隠すな、御用だ。一人が文字友を押さえている間に他の一人は二階へ駆け上がって。 押し入れなぞをガタピシと開けているようであったがやがてむなしく降りてきたそれから奥や台所を探していたが獲物はとうとう見つからないとり方はさらに小平ともじともを宣議したが二人はあくまで知らないと強情を張る八三郎はひとつきほど前からうちを出てそれぎり帰ってこないともじともは言う その上に繊維のしようもないので、取り方は下打ちしながら引き上げた。ここまで話してきて、梶田さんは私たちの顔を見回した。やさぶろうはどうなったと思います。恋の腹に隠れているとは、取り方もさすがに気がつかなかったんですね。と私は言った。 気がつかずに帰った。と、かじたさんはうなずいた。そこで、まずほっとして、小平と文字ともは、かの恋を引っ張り出してみると、やさぶろうは恋の腹の中で冷たくなっていた。死んだんですか死んでしまった。金金の恋の腹へ、 窮屈に押し込まれて、またその上へちりめんやら紙やらの恋をたくさん積まれたので窒息したのかもしれない。しかも、やさぶろうを飲んだような恋はぎっしりとやさぶろうの体を締めつけていて、どうしても離れない。結局、ずたずたに引き破って、どうにかこうにか死骸を取り出して、いろいろ解放してみたが、 もう取りかしはつかない。それでもまだ未練があるので文字友は近所の医者を呼んできたがやはり手当てのしようはないと見放された水で死んだ人を魚服に葬られるというがこのぶ三郎はおもちゃ屋の店で吹き流しの魚服に葬られたわけでこんな死に方はまあ珍しい。 龍宝寺のあるところは今日の浅草永久町で同町内に同盟の寺が二つあるそれを区別するために一方を天台龍宝寺といい一方を浄土龍宝寺と呼んでいるが恋の一見は天台龍宝寺でこの小恋塚は明治以後どうなったか。 私も知らない。若い者とつきあっているだけに梶田さんは八三郎の最後を怪談らしく話さなかったが聞いている私たちは夜風が身にしみるように覚えた。